はい、それでは見ていきましょうか。いただきます。はい、どうも皆さん、ご機嫌いかがでしょうか。ゲームがあるからギリ生きてる山ちゃんと申します。ただいま8月30日、ああもう最後、あ31日まだあるんか、明日までありますね、水曜日午後9時、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今回は昨日のね、8月29日から開催されているスティームストラテジーフェスを見ていこうかなと思います。昨日このねフェスをちょっと見てしまったらテンション上がってしまって、お結構すごいやんと思って、ああいい作品やっぱあるねストラテジーはと思いました。ということで皆さんとね一緒にあーだこうだ言いながら語っていければと思います。はい、では見ていきましょうかね。平日なんでね、さっさと行きましょう。さあ、すべてのアイテムから見ていきます。おそらくこれは日本人向けの順番になってると思いますね、多分ね。まあ、スーパーロボット大戦もね、いいね。安いね。9000円もすんねんや。ちょっと見ていい？久しぶりに。スパロボ。あ、また、いつもミュートにしてねんな。すいません。ゲームボーイの時はやったけどね、スパロボも。なんか、こう、カラーになってからやってないわ。88%。4360件。ダンバインとこったよね。スパロボ、ロック。60% オフやったらやりたい。うん、だって、大きいよね。9400円、3000円をね。大きいですね。おー、すごいね。うっそやん、うっそ。懐かしいな。ね、今、レイヤーついてたね。あんまり知らんねんけどね。スパロボ懐かしいな。もう行くね。行きますね。信長もそうですけど、一回が長いよね、結局。お、勝負終了するまで。よ、好きですけどね。申請やってねえんだよ。欲しいけど、高いよね、やっぱ。公営価格やもんな。見て、1万超えてるからね。昔からやねんな、これ。あー、やりてえ。もう、信長の野望、評価不評でも、圧倒的不評でもやるわ。勝ってないけどね、これは。もう、信長はとりあえずやりたい。そうそう、私今日ちょっと作った動画でね、言ってたけど、確信はね、もう何回も朝を迎えましたね。マジで。めっちゃやった。まだかっこいいんよ。シナリオもね、天道やって、創造までやったんですよね。申請だけやってないよ、まだ。なんか俺やりたいなぁ。もう買われへんかったよ。高すぎるわ。あんまやる時間もないしね。1780円って。30% オフでも7000円するからね。あー、かっこいいな。対抗レシデンの新しいの出ないかな。あー、対抗レシデンもやったな。いいですね。公営のゲームね、好きよ、やっぱり。でも公営のアクションゲームやらんけど、この歴史シミュレーションゲームやる。リコエーションゲームっていうんかな。あー、これ個人的なあれですね。すいません。はい。シビライゼーションもいいですね。シビライゼーションのいいとこは、もうめっちゃ面白いし、700円。これいいよね。絶対、お得ですよ、これ。そう。そういう考え方したら、こうえって、上げもせえへんし、下げもせえへんからいいですよね。ファミコンぐらい、スーパーファミコンぐらい5800円ぐらいが、こうえの三国志とか信長の野望でも、なんか8900円とか9200円とかしてたと思う。ああ、信長は台湾人と中国人結構やるみたい。私、三国志は引退したけどね。途中から、信長一本にしました。シビライゼーションあれか。ゲーパスあるんですね、ゲーパスが。700円やったらね、お得ですよね。700円やったら十分元取れるぐらい楽しめると思う。いやー、やばいね。ストラテジー、やっぱ見たらテンション上がるね。このラインナップを見たら、すごいよ。絶対費用対効果っていうんかな。時間単価は安い。まあいいですよね、シビライゼーションも。中国の最近のゲームの絵は明らかに光栄の影響を受けてますね。なんか、わからんけどね。その辺は。どうかな？光栄の影響を受けてんのかな？光栄の女の子的なやつ？さあ、シンフォニー・オブ・ウォー。これ2022年に出たのに、すごいよね。シミュレーション。本当にマス目移動のシミュレーションで、よう、この評価叩き出したなと思う。これで。いや、むしろこれやからいいねんけど。今、私これやってるけど。やっぱ、こう、ね、ファイアーエンブレムとか、タクティクスオーガとか、ね、ああいうマスメイドのシミュレーションしてきたから、ちょっと思い出補正もあるかもしれんけど、
いや、これ、面白いね。まだやって、今やってるけど。舞台編成がね、どういう舞台にしようかなと思って。シンフォニーは自分も始めました。いい感じのレトロ感があって、でも新しい感じ。そうそう。はい。シンフォニーを、面白いです。ステラリス知らんのよね。これはパラドかな？あ、パラドックスですね。88%、10万件。パラドックスのゲームってほぼ10万件超えてますね。CM 入っちゃったね。すいません。これはおいくらま、あ、これはセールですね。70% オフ。でもパラド4000円ぐらいが多いですね、大体。宇宙版の、パラド 4X、ソラテージ。こんばんは、シンフォニー動画見てカートに投入しましたっていうように、見て、カートに投入しましたか。シンフォニーはね、ちょっと攻略したら、レジェンズっていう拡張ダウンロードコンテンツも買おうかなと思ってるぐらい、よく今ハマってますね。シネマティック映像ばっかりですね。ふともさんこんばんは、パラドはダウンロード地獄。そうなんや。客が多ければ野望みたいに高くしなくてもいいんだろうね。野望、人多いと思うけどね。いまいちハマらなかったステラリス。ああ、やっぱね、不向きありますよね。もう日本人、どうやねんやろ。私はちょっとね、ややこしいからね、まだちょっと、敷居が高いなっていうイメージ。エイジオブエンパイアーね。私が、こう、海外の、こう、リアルタイムストラテジーっていうのを初めてやったゲームでしたね。はい、エイジオブエンパイアの何作目かは知らんけど、確かやった。あれで、一時期、エイジオブワンダーやったっけ？なんか、魔法のやつとか、あ、ちょっと、位置が悪くなってた。エイジオブエンパイア結構やった人いてたんじゃないでしょうかね。面白かったよね。あ、リアルタイムストラテジーって面白いやんって思いましたもんね。そう、そっからよ、信長の野望、革新を起こしたんですよ。信長が、リアルタイムストラテジーになったんよ。あれでもう爆発しましたね。信長。今まで、こう、ターンかな、フェーズかな。まあターンでしょうね。内政やったりしてたのが、ね、リアルタイムストラテジーという革新を起こして、熱く語るね、信長に関しては。はい。バロラントやってますが、むずくて、一人称、バロラントって、なんか、戦うやつですよね。エイペックス的なやつかな。魔法のやつは、あ、そうそう、ミソロジー。あれ、それもやったんですよ。おかかさん、こんばんは。美味しそう。バラドは、ヨーロッパユニバーサイズ4を日本語化してほしい。あれ、日本語化なってなかったっけ？まあ、なんか、全然エンパイアのこと喋ってないけど、ちょっとコメント早いな、今日は。なんかコメント早いな。みんなあれか。やっぱ、スチームといえば、ストラテジー、シミュレーションなんかもしれんね。動画作ってる時に思ったんですよ。案外コンソールないんですよね。公営ゲーは高いけど、パクリゲーで匹敵するものが出てこないのを考えると、あー、信長なんか海外作られへんもんね、絶対。三国志はいけるかもしれんけど。信長は無理やな。確かに。自分のとこで作ったのにね、アメリカの人たちだったらこうね、先住民の人たちが。はい、すいません。想像ですよ、想像。もう信長ばっか見てまうけど。ちょっとあれね、やっぱり、個人の好みに偏ってしまいますね。ミソロジー面白かったですよね。革新も、想像。これはね、あれでやった。ブレステ。いやもう信長もね、時間解ける。だって、いろんな大名でできんもん。しかも毎回ね、もう、主人公、同じじゃないですか。もう絶対に。信長おって、武田おって、上杉おってとか、ばーっとね。それでも面白い。信長とシビライゼーションは一緒でしょ。それは喧嘩なのね。なるかどうか知らんけど。やっぱ好きやったらちょっと熱くなってしまうとこあるかもしれん。これもな、あれやな。あんまり。ああ。もうここ。もう絶対最初のここ。佐竹。私が。一番いい。佐竹がね、初めてプレイするとき、こう信長ってどんなゲームかを、こう、今回の信長どんなゲームかなって思って、やるには一番私はいつも佐竹から やるようにしてます。こだわりやね。強くもなく弱くもない。むしろ強い。はい。トライアングルストラテジー、ストラテジーって書いてるもんね。トライアングルストラテジーはね、視聴者の方からすごい結構評判いいんですよね。ちょっとやったことないけど。もう私、この会社あんま信用してないんで。アートディンクなんや。A 列車よね、アートディンクって。あ、ちゃかったっけ？でもこれ評価いいよね。あ、ギリギリ、あ、評価上がってない。これ、確かね、80いってなかったと思う。これ発売日に買って5周した。あ、何周もするようなやつかな。
ブレイブシリーズオクトパストラベラーの開発陣による新作タクティクサ RPG。 シンフォニーオブオーできんのやったら、ああそういうタイプ、新エンド的なやつか。マルチシナリオなので複数周回ありますね。これ一周どのぐらいなんやろ。で、スクエニックス信用しないって言いながら、お前パラドマサイトやってたやんけって言われたら、そうですねってしか言わないけど。はい、トライアングルストラテジーね、周回なんや、周回みたいですよ。 F タクティクス面白かったですね。もう一回やりたい。あ、一回リメイク出てるんですね。なんか結構でもちょっと日本人受けするようなやつばっかしか出てきてないね。はい、アゲインストザストーン、もうこれトップよね、多分。多分っていうか調べた中では上やったね。そうか、スチームで出たらやりたいな。そのリメイクはちょっとやりたい。 FF タクティクスアゲインストストーン、これエピックから先行リリースで出てここまで評価上がるとは思ってなかった、正直。シャドーバーさんもっとソシャゲだからスカン、最近はマスターデュエルばっかりやってる。遊戯王かなそれ。まあね、ストラテジーはね、人好み分かれますからね、結構あるし、いろんなジャンル。アゲインストストーン確認したら130時間やってた。私何時間やろ、時間出てないね。そうそう、どこを重視してるか分かれますよね。だって信長の野望なんて多分めっちゃやるよ、多分。あれ評価悪いけど気にせえへん、あんまり評価なんか、結局自分の好きなゲームやったら全然評価なんか気にしないですからね。とにかくやるもん。パノラマはスクエアのいいところが噛み合いましたね。アートの方も素晴らしき。この世界は好きじゃなか、え、評価変わったわ。キリノハクさん、こんばんは。ご機嫌いかがでしょうか。これは、もうやりだしたら止まらんからね、多分。ステージ攻略型やし。クルセイダーキングさ、もうパラドですよね。確か。そうですね。これ日本語対応。あ、日本語対応してないんか。でも、多分、もっとあると思うよね。ないかな、ないんかな。クルセイダーキングすぎて元ないのかな、日本語か分からんけど、ちょっと見てないんで。あー、若干少ないね、パラドックスにしては。6万、まあ6万あったらいいかもしれんけど。そうですね、ビクトリア3微妙だったですね。これ101時間やってる。2時間ぐらいで飽きて1年後やったらハマった。やっぱ好みあるんですね。ちょっとゲーパスあるしやってみてもいいかもしれん。パラドはちょっとね、多分合う合わん結構あると思うんで、ゲーパス入ってる人だったらゲーパスでちょっと試してみたらいいかもしれないですね。そういうのに使えるね。これ動画をちょっと作ってる時、あ、これ買おっかなって悩んだね。結局まだ買ってないけどね。これちょっとやりたいわ。体験版はやったんですよ、英語翻訳しながら。多分動画も残ってると思うけど、この映像も良かったし、この傭兵部隊はね、また結構ね、英語やったんで難しかったよね、これ。戦闘も結構ね、最初やったからかもしれんけど、難しかったんですよ、この男性のマスメイド。敵は強いんよ。普通に狼とかめっちゃ強かったんですよね。17,400 か、ウォーテールズで。これね、公式日本語対応したらね、かなりいくと思うけどね。まあ、日本語もっとあるけど、今は。あ、ガンハザードか。ガンハザードやったやった。今回のフェスでファミコンウォーズみたいなの探してるんですか？ファミコンウォーズ？大戦略？っていうか、スチームに大戦略ないんかな？大戦略と違う。ハーツオブアイアン的なやつかな？これとか。大戦略で探したらどうでしょうか？タグで。ストラテジーと大戦略で絞ってみたら。ブリガンダインも値段落ちましたね。買い時かも。ブリガンダイン、ルイジアナ世紀？これも気になってた。かっこいいよ。絵がね、嫌いじゃない。しかも、まあ私あれ好きなんですよ。スペクトラルホース。これにちょっとスペクトラルホースっぽさを見えたから、あ、ちょっとやりたいなって発売した時からちょっと思ってた。スペクトラルホースもね、続編欲しいな。ブリガンダイン、評価良くなったね。最初、ちょっと悪いかなっていうイメージだったんですけど、これはね、まあまあ、シミュレーションもいいけど、もうこれ系はね、物語をちょっと見たい。多分この英雄たち一人一人にバックボーンみたいなのがあって、こう戦う時にあったら、こうね、話があって、お、そんな、なんていうかな、物語があったん、お前たちみたいな。
全員の物語どんなんか見てみたい。スペクトルフォースもですあったねよ、そんなんが。こういうのはいいよね。陣取りゲーム。昔なんかゲームボーイで、陣取り合戦みたいな、SD 陣取りゲームみたいな、多分ガンダムのやつあったと思うんやけどな。あんなも好きやったな。あ、スペクトラルソウルズハヤってや。RPG の方やったっけ。ラジカルエレメンツとかありましたね。かっこいいね。こういうのめっちゃ好きやわ。はい。まあ、ティンバーボーンはストラテジーですね。ティンバーボーンも昔から評価いいですよね。ビーバーによるビーバーのためのビーバーの世界の、そう、ストラテジーって幅広いんよね。我々はシミュレーションって呼んでるけど。まあさん、先ほどのゲームボーイの話、SD 戦国伝国取り物語、それやってた。私国取り合戦好きやったんですよ。だからシミュレーション、どうやらシミュレーションって何から入ったんかな、ちょっと覚えてないけどね。ファミコンウォーズとかかな。今はもう 94% ですもんね。もう数字でしかほとんど見てないからね、結局。一番わかりやすいですもんね。ティンバーボーンはあんま値下がりしないんやね。2056円しか、まだしか下がらんねんや。そうそう、ガチャポン戦士ね。あの頃やってたらね。あー、ティンバーボーンもう2年前か。可愛いよね、ビーバー。うん。ファーゼストフロンティアをね。これやったかな？体験版やったかな？これもね、キレかった。マナーロードとかもキレかったけど、まあ、評価もまあまあいいですもんね。85% やし。まあ、これ系好きなんよね、結局。このゲーム結構ハマった。最近街づくりゲーで一番ハマったかも。ああ、そうなんですね。これすっごい細かいみたいよね。作物の栽培とか、階層的に結構細分化されてるっていうかな。綺麗しね。13,300件中 85%。おいくらかな？あんまり下がらんねんね。あ、でも1年前か、ちょうど。気になるね。あ、そうそう、グリムドーンの会社。なんかグリムドーンもなんか、新しいアップデート、なんか出るってチラッと見たけどな。ちょっと見ていい？なんかグリムドーンも、なんかニュースありましたよね。おー、グリムドーンとかね。そうそう、それで話題になったんか、これ。フロストパンクどうですか？これも初めてやった時、結構衝撃的やったけどな。こう、極寒の街づくりシミュレーションですね。これマジ、びっくりしたよね。マイナス100度とか行くからね。うお、もうあかん、死ぬわと思ったもん。あれが面白かったんよ、これ。前作の、ディス・オブ・マイン。シミュレーションもストラテジーもごちゃ混ぜになってますね。うん、まあ、正直、私の中では、リアルタイムストラテジーがストラテジーっていうイメージ。あとは、マス目のターン性とか、シミュレーション。っていうようなニュアンスでいてる。まあ、どっちでもいいんじゃない？わかったら。あまりその辺ね、わからんよね。ヘビーメタと、ロックとハードロックどう違うみたいな話になってきますもんね。いや、これは歌謡曲だ。これはポップスだ。どうちゃうねみたいな。ニュアンスでいいと思うけどね。だって、インディーと、そのインディーじゃない、インディーゲームとインディーじゃないゲームの違いがわからんもん。え、人数で割んのそれみたいな。その辺もなんか結構アバウトなような気がする。明確な定義はなさそうな気がする。そう、アドベンチャーゲームって我々ね、普通のほら、とかもアドベンチャーやし、でも海外の人からしたらアドベンチャーゲームってないみたいよね。冒険っていう意味らしいから。自分はリアルタイムストラテジー、街づくり、コロジーシステム、ストラテジー、シミュレーションとかで分けてます。うん、そんな感じ。ジャンルで分けますよね。もう、一括りでやっぱり、もう私の中ではシミュレーションゲームですよね、昔から。これもね、絵がかっこいいなと思って買った。で、理想うまいも面白かったし、評価もね、悪くないし。この2、来年か。来年みたいですね。まあちょっと2は買わんかもしれんな。お、やべえ、そんなん絶対死ぬやんみたいな。マイナス100度ってなんやねんみたいなね。120度ぐらいまで行くよ。ね、行くよね。あれちょっとびっくりしたよ。うわ、これいつまで続くんこれと思ったもん。これも、モターンって思いましたね。ヨーロッパユニバーサリスも見とこうか。これも有名ですね。パラドックスで3大ゲーム1つなんかな。ハートオブアイアン。ヨーロッパユニバーサリス。もう多いもんね。クルセイダーキングスになるのかな？ 3 人のキャラを自分一人で全部動かさないといけないのが。あー、スゴロク RPG って聞くとバルダーズゲート3早くやりたい。PS 版、待ちですか？ 5 版か、確か。
5やね。スパチュのやつね。あ、これやった。これの一個前のやつかもしれん。わからんかってん。確かやった。ヨーロッパユニバーサリス。これやったと思うけどな。3かなんかやったと思うけどな。ストラテジーフェイスにスパラボが入ってると、もやっとします。もやっとすんの。どういうもやっとやろ。え、これストラテジーじゃねえじゃんって。なんか外人からしたら、外人って言い方よくない。海外の人からしたらストラテジーってシミュレーションという意味みたいよ。これもなんかね、日本のやつもあるよね。もんね、こんだけのね、対策やのに、安いんよね。いつ、あ、古いんや。2013年、10年前ですよ。え、全然10年前の雰囲気ないですよね。まあ、超グラフィックじゃなくていいもんね、これ。あ、めっちゃ評価いい、視聴者さんの中で。ヨーロッパユニバーサリス、めっちゃハマったな。ストラテジー、あ、言ったね。ユニバーサリス4は800時間やった。800時間来たよ。やっぱパラドックスのゲーム、受けいいね。やっぱこのシミュレーションゲームは、スチームのお箱やね。ないもんね。コンソールに。海外だとシミュレーションというと、あー、シミュレーターゲームをイメージされそうなんかな。ラストスペルも、だいぶやったけど、結局、キャラクターに、が固定じゃないし。まあ、107時間やってんね、まだ。もう全然進んでないけどね、結局。一回アーリーアクセスの時に全部、一応、ある街は、越したんですよ。で、また、正式リリースになったら、セーブデータが全部、なんていうかな、リセットされるっていうんですかね。最初からやってたんですけどね。これまた時間長いんよ。最初の方はいいんですけど、このね、一つの戦闘でもうなんか3時間とか4時間かかるから、寝る前にやってなかなか寝られへんのよね。で、この、魔法を唱えるまでに、7日間ぐらい、もうなんか長くなってきたら、7日か8日間ぐらい夜を越えないといけないんですよ。もうだから、毎日やっても、越せたとしても10日間かかるんですよね。一つの街を終わらすのに。長いなと思って。でもね、これ絶妙でね、バランス、戦闘が。もうこれ、こんな敵の人数、勝たれへんやろって思いながらも、なんとかしたら、案外勝てるんですよね。おぉ、あの軍勢に勝ったぞっていう達成感はすごいある。面白かった。最初のうちは勝たれへんけどね。面白かったですね、これ。勝ったというか、まだやってるけど。手強いシミュレーションなんですよ、これ。5対40とか50とかで戦うんよ。こんな、いっぱい来るからね、本当に。まあ、範囲攻撃じゃないともう、こんなんね、マンツーなんか戦ってられないからね、普通に。多すぎる多すぎるもうほんまにね、ここまで来るからね、敵。もう、あとギリギリみたいな。もうあかん。あと1ターンみたいな。あと1ターンか2ターン耐えてくれって思いますもんね。面白かった。絶妙なところで、しかも耐えれるしね。なんか、ミミミスタジオが解散するらしいね。聞きました?解散するらしいんよ。ちょっと見とこうか。で、ちょっと聞いたけど、確か。ちょっと見てみようかな。いや、嘘ったか申し訳ないですね。ちょっと確認するわ。ネットで。22時間前の記事には、シャドウガンビットが最後の作品になるらしいです。今後数ヶ月かけて徐々に規模を縮小する予定。在籍する全員スタッフに適切な仕事を見つけるためって書いてますね。へぇ、これ最後らしいです。シャドウタクティクスと同じ会社なのかな?ああ、そうですよ。シャドウタクティクスとかデスペラードと一緒の会社です。もう解散するらしい。やっぱり。ステルスの将来に悲観してるらしい。え?ステルスのストゼロデジ?ステルスゲーだけじゃつらかった。いや、いいじゃないですかね。いや、もうこれでだって確立してるやん。敵おらんやん。おるか。でもおっても、これほどで、ここのゲームほどではないと思うけどね。これもね、評価、ガンガン上げてきるしね。結構戦略性ありますよ、これ。だって、結構ね、ミスるもん。やってても。このゲームじゃないですよ。シャドウタクティクスとデスペラード勝ったんで。結構ね、なんか、ガンガン言ってたら、あーっていう、みたいな。ミスったっていうか、ちゃんと見ろよ、確認しろよってね、思いますよ。うわ、そんなとこおったんか、お前みたいな。
山ちゃん、バク転するなよ。すんなよ、絶対すんなよ。バク転は要せんわ。開発士がペイできないという感じですかね。そうなんかな。シャドウタクティクスね。ステルス系ってストラテジーなのか。ステルスストラテジー。うん。私はストラテジーかな。リアルタイムステルスストラテジーと思う。あんまその辺気にしちゃダメですよ。トラブルシュートは昔から、紹介してるけど。これもめっちゃ時間やってるよね、確か。ほら、185時間とか。主なストーリーで85時間ですかね、これも。でもこれめっちゃね、昔ね、買おうと思った。これも結構キャラクターが立ってるから、一人一人になんか物語ありそうとか思って、何回か、買おうかなと思ったけど、結局実現に至らず。めっちゃハックスラとか、キャラクタービルドめっちゃやり込めるらしい。だって最近のジャンルって書きねないじゃないですか。全部の、だってさ、スローライフ系のゲームなんてほぼ全部入ってるやん。サバイバルに、ロールプレイングに、クラフトに、とか。このね、音楽がいつもね、このトランペット、クラリネットとかなんか、曲が、名探偵コナンみたいな、に聞こえるんよね。それ今ダウンロード中、面白そう。そうなんですね。これ安、まあまあ、52% やね。これ2年ぶり最安値みたい、今。9月頭にまたスローライフ出ますよね。紹介したっけ？覚えてないけど。あ、ルーンファクトリー。このね、面白そうよね。マスメイド好きかもしれん。戦術戦略要素があればストラテジー。あ、そうだっかな。さあ、おんぶ、そろそろやろうかな。海もアップデートされたことやし。おんぶ最初だけちょろっとやってる。いいね、おんぶ。これオーシャンアップデートです。今、昨日ですね。アップデートされましたね。昨日やんな。21、嘘ついた。9日前でした。すいません。先週ですね。ね、いいですよね。おんぶ、ちょっと久しぶりやろうかな。あ、全然やってない。2時間ぐらいしかやってないと思う。これも非常に好評ですね。89%。まあ、海の、バイオームが、あ、こんな感じ。おんぶ泳ぐんや。泳げるんや。海のバイオームが登場して、新しいイベントとか、新しい建物とか、アンロックっていうか、追加されたみたいですね。3000件、おんぶ3000件ってちょっと少ないような気がするんですけどね。もうちょっと、行ってもいいと思うんですけどね。うん、おんぶ1時間ぐらいしかやってない。はい。おんぶです。ショットガンキング、今日もちょっと動画にしたけど、これは、すごい斬新っていうか、ユニークですよね。考えたな。簡単やし、考えたなっていう、アイデア勝負とかありますね、これは。だって、ね、これ2022年リリースですけど、だってもっとも古くからあってもおかしくないレベルですもんね。誰もこれを考えつかんかってんやっていうのが。これ PV おもろいよね。こいつに食われるんですよね、最後。確か。あ、これないんか。あ、ほらほら。あれはちょっと笑ったんですよね、初めて見たとき。食われねえや、と思って。しかもこの黒のキングって言うんですけど、これ、逆恨みの戦いらしいですからね。ちょっとユニークですよね。あー、フェルシール出てきたね。これね、いいですよね。これは気になってる。これ日本語対応してたっけ？あ、日本語対応してますね。これは気になってます。非常に好評。89%。メガドライブ。懐かしいね。チェスなのは見た目だけ。あー、でも面白そうやな、これ。スチームで買った次の日にエピックで配布されてた。あ、そうなんですね。あれ、今日金曜日やったっけ？違うね。明日か。あ、今日水曜日か。うん、これもちょっと気になってます。これ、おいくら？あ、安い。エピックで出るかな？あれ、なんか、もっとありそうやねんけどな。え、だって、あれとか出てないよね。ロボトミーコーポレーションってストラテジーじゃないの？あれ。ロボトミーも出てないよ。なんか、結構いろんな、出てないような気がするんだけどな。
あ、ロボトミーコーポレーション。ストラテジーフェスじゃないんや。入ってないんや。ここに看板出てないね。難しいよね、これ。ロボトミーは、ストラテジーちゃうんや。ストラテジー入ってるけどね。案外入ってないんありますよね。パッと思い出せない。今、ロボトミーコーポレーションしかパッと出てけへんかったけど、ストラテジーもっとあるはずなんよ、確か。あ、カイロソフトも確かに入ってない。あれ、がっつりシミュレーションですもんね、確かに。最近ストラテジーやりたいんですけど、何がおすすめですか？ストラテジーって言われたら難しい。難しくはないけど、今見てるんはおすすめ。どうやろうね。どういう系って、パッ、こう、言われたら難しいよね。一般も。じゃあ、信長の野望確信って言います。絶対に信長でも。元見難しいよね。頭おかしいかっていうぐらい難しいよね。はい。クルセダキング3で数千時間溶かしちゃったから、このゲーム面白いよって人に勧めるの気が引ける。そうかな。そこまでハマれるからいいんじゃないかな。難しくない？だって、どんなゲームだって好き嫌いあるから、もう直感で選べよって思うけど、ほとんどジャケットで行くけどね、私。私ね、あんまりネタバレとか気にせえへんですね。結構だからがっつりレビューとか読むんですよね。それで買うかどうか決める。ゼアビリオンズ、どうですか？これもね、評価いいよね。3万8000件中、85。このコンソールってないんかな？ゼアビリオンズも。パンツァーコープスグラッド。知らんな。パンツァードラグーンみたいな。あ、リムワールドも入ってないね、今回。そうそうそう。焦ってた。多分入ってないわ。これいいよ。ゼアビリオンズおすすめ。あ、ほらほら。チャットでみんなおすすめしてるから多分いいですよ。私ちょっとやってないから、なんとも言わんけど。ゼアビリオンズは今80時間プレイ中。結構ゼアビリオンズのこと、ね、ツイッターでもなんかチラッとたまに見るから。そう、そこあるんですよね。絶対シミュレーションゲーム、まあ、リアルタイムストラテジーは特にですけど、キーマウじゃないと結構きつい。だって、昔はね、信長の野望を単性で、単性やったから、まだコントローラーでできたけど、革新、しんどかったもん。で、革新を PC でも確かやったんですよ。めっちゃ楽やったもん。ストーリーモードはクソなんや。キャンペーンは、ちょっとパンツァ、あ、じゃあリムワールド。リムワールド見ていいでしょうか。リムワールドもね、多分入ってないと思う、今回。ほら、看板ないし。ねえ、がっつりこれはストラテジーと思うけどね。フェスに参加してないんや。エイジオブエンパイア4が Xbox に対応したのは驚いた。あ、ゲーパスやったっけ？あ、ゲーパスやったね。なんやろね。なんで、全部、やっぱ入ってないよね。そうそう。さっきのロボトミーコーポレーションも入ってないし。あー、オキシゲンノットインクルードでも入ってないわ。多分、なかったもんね。リアタイムスタイルはお手紙を1秒見ていたら負けるゲーム。なんか分からんようで分かるような気がする。はい。結構入ってないね。もうその辺すごいよね。リムワールド、あ、ファクトリオとかも入ってないんじゃないの？オキシゲンとか入ってないですよね、今回。まあいいや。はい、ということで、終わっときましょう。まあどうでしょう。結構ストラテジー、ね、面白そうなの。見ていきましたけども、皆さん何かお役に立てる配信であればよかったんですが、まあ、ほぼ雑談でしたけど。なんか買うね、参考になったりしたらいいなっていう気持ちでおります。はい。ということで終わっておきましょう。ご視聴ありがとうございました。皆さん明日も良い一日でありますように、次の動画でお会いしましょう。さよなら。バイバイ。ありがとうございます。マルさんもお疲れ様でした。スタープロチナさんもかっこいいね。お疲れ様でした。気になるやつ聞いてて8個ぐらいウィッシュリスト入れ、私もすぐウィッシュリスト入れるんでね。